じめまして、クラブトランプの代表をやってますカズマです、今ホストクラブをお探しの、そこの君に、クラブトランプ、我がお店はどんなお店なのかということを、今から皆さんに、説明したいと思います、ここに、なんで今ここに呼ばれているのか何も説明を受けていないヒカル君という従業員を用意しました。何も喋るなと今言っております、今から質問に答えてもらいます。トランプのいいところ、他のお店にはないことではあると思いますが、みんなとても仲がいいです。作ったように言うね。作ったように本当に、アポなしで呼ばれてる感を出してる。で、未経験だとしたらトランプのいいところ、本当にいいところ、未経験の人でもとても馴染みやすくなると思います。なぜならそれはみんな仲が良いからです。あ、分かった。じゃあ、経験者の人に、はい、トランプのいいところ、経験者の方もおそらく最初はうわーこいつめんどくせえなーって思いがちだとは思いますが、心配ご無用、みんな仲が良いです。あ、分かりました。いや、大丈夫です。じゃあ、トランプの悪いところ、それは仕事がたまに身に入らないとならないくらい、みんなとても仲が良いです。絶対言うと思った、絶対言うと思った。こんなお店です。僕はアソトランプというお店の、もう大丈夫これで、はい、大丈夫だと思います。はい、本当に何も用意してなかったのでよくできました。そんなお店です。やる気のある人、いろいろ不安を抱えている人、ぜひ一度トランプに来てみてはどうですか。せーの、よろしくお願いします。